ヤン・ヘンドリック・オールトは、オランダの天文学者、天体物理学者、稀に大跡と表記されることもある。恒星の運動を統計的に研究し、銀河系にある恒星が地球から見ていて、座傾きにある一点を中心に交点していることを示し、さらに電波望遠鏡を用いて銀河系の渦巻き構造を明らかにした。また、長周期水星の源として、 オールとの雲の存在を提唱したことでも知られる。ヤンは1900年4月28日に医者の息子としてフリースラント州のフラネケルで生まれた。フロー人間大学のカップタインの下で学び、1926年に高速度性に関する論文で博士号を取得。その後しばらくアメリカへ渡り、イエール大学で研究を行ったが、帰国してから、 ライデン大学のヘルスシュプルングのもとへ迎えられ、天文学教授となった。彼は、ライデン天文大長、オランダ国立電波天文大長、国際天文学連合会長なども歴任し、1992年11月5日に死去した。小惑星のオールトは、彼にちなんで命名された。ヤンの死であるカップタインは、1904年に、恒星の固有運動が、 直線的な二方向の流れとなっていると指摘した。リンドブラッドはそれを発展させ、銀河系の恒星がある一点を中心に、好転しているとすればこの二つの流れは、太陽に近づいてくる星は、太陽より銀河系の中心近くを公転しており、太陽から遠ざかっていく星は、太陽より銀河系の中心から遠くを公転していると解釈できると考えた。 ヤンは太陽周辺の恒星の固有運動を統計的に処理し銀河系回転説を実証した。さらに、リンドブラッドやシャプレイが行っていた銀河系の中心はいて、座タ向き5万光年のところにあるという計算結果を3万光年であると訂正した。太陽と銀河系中心との距離は現在もこのヤンによる値が使われている。また、 太陽の光転周期が約2億2500万年であること、銀河系の全質量が太陽のおよそ1000億倍であること、恒星の光転周期は銀河系中心に近いほど短いことなどを明らかにした。ジャンスキーが宇宙から飛来する電波を観測してから電波望遠鏡を用いる電波天文学が起こった。第二次世界大戦中にヤンの教え子版で、 フルストは水素が波長2 1トルの電波を放出するという予測を行った。オールトは1951年にバンでフルストラライデン大学のチームを率いてこの水素が放出する電波の観測に成功した。これは水素の分布から銀河系の構造を描き出すことができるということを意味しており、オールトたちは銀河系が 渦巻き銀河であることを明らかにした。また1950年にヤンは彗星の起源として太陽から一光年ほどの遠く離れたところに彗星の核が帯状に貯蔵されており時々近くの星の引力の影響を受けたものが太陽に近づいてきて彗星となるという説を述べた。この仮想的な彗星の母体雲は彼の名前にちなんでオールトの雲と呼ばれている。 ありがとうございます。